皆さんこんにちは、レックス専任講師の厚田です。それでは2級 FP 技能検定試験の配点予想を始めていきます。はい、ではまず、今日、本試験を受けられた皆様お疲れ様でした。で、これからですね、今日実施されました、学科試験と実技試験の、配点予想をしていきますが、学科試験の場合はすみません、配点予想というか、こちらは、もう答えが出てますし、1問1点というのが決まっているので、これはちょっと後でやっていきまして、あと今回は、特に午後行われました実技試験のその中の日本 FP 協会の資産設計提案業務の配点と、金融財政事情研究会の個人資産相談業務の配点予想をしていきます。でこちらは総得点の100点満点あるいは50点満点のように分かってますけども、内訳が公表されませんので、それをレック独自の予想をという形で、精度の高い予想をしていってますので、そちらでですね、お話ししていって、で時間余りますので、その中で、簡単な公表をしていこうかなというふうに思っております。はい、では最初にですね、ちょっとまだもしかしたらまだ回答を見られていない方もいらっしゃるかもしれないので、先ほど5時半にですね、実施団体から、回答はもう、公表されておりますが、学科試験だけですね申し上げていこうかなというふうに思いますので、受けられた方は問題ちょっと見ていただきながらちょっとお話ししていきます。で今回科目6科目あって、ライフ、リスク、金融、タックス、不動産、相続という順番並んでますが、その科目の5問ごとにですね答えを言っていきたいと思いますので、では最初ライフの科目の問1から問5まで申し上げていきます。では問1が2、問2が1、問3が3、問4が4、問5が3、もう一度1が2、2が1、3が3、4が4、5が3です。続いて問6から問10に進みます。問6が4、問7が2、問8が4、問9が2、問10が1、もう一度6から10ですが、6が4、7が2、8が4、9が2、10が1となります。続いてリスクです。リスク問11から問15、まずこちらをまず申し上げると、問11が4、問12が1、問13が3、問14が3、問15が2、11から15ですが、問11が4、12が1、13が3、14が3、15が2となります。続いて16から17のところですが、問16が3、問17が4、問18が3、問19が3、問20が4、もう一度16から20ですが、16が3、17が4、18が3、19が3、20が4となります。続いて問21から25の金融ですね、前半いきます。問21が2、問22が2、問23が2、問24が1、問25が4ですね。もう一度21から25ですが、21が2、22が2、23が2、24が1、25が4となります。続きまして問26から30です。問26が1、問27が4、問28が2、問29が2、問30が1、もう一度申し上げます。26が1、27が4、28が2、29が2、30が1となります。続いてタックスの31から35、前半部分申し上げると、問31が2、問32が3、問33が4、問34が3、問35が1、もう一度31から35ですが、31が2、32が3、33が4、34が3、35が1です。続いてタックスの後半36から40ですが、問36が3、問37が4、38が1、問39が4、問40が3、もう一度36から40ですが、問36が3、37が4、38が1、39が4、40が3です。続いて、不動産の41から45になります。41が4、
問42が4、問43が2、問44が4、問45が1です。もう一度41から45ですが、41が4、42が4、43が2、44が4、45が1です。続いて46から50の後半部分ですが、問46が3、問47が1、問48が4、問49が2、問50が1です。はい、続いてじゃあ最後の相続事業承継の問51から問55から申し上げますが、51が4、問52が3、問53が2、問54が3、問55が4。もう一度51から55ですが、51が4、52が3、53が2、54が3、55が4です。続いて56から60ですが、問56が2、問57が3、問58が2、問59が1、問60が1。もう一度、56が2、57が3、58が2、59が1、60が1ということで、まあ、こちらはの実施団体にも、書いてあります。実施団体の回答にも書いてありますが、1も1点ということなので、まあ、科目の偏りは、抜きにして、60問中36問以上、合格、正解があれば合格ということになります。で、公表はちょっと後でやりますので、一旦これで学科試験の回答は終わりにしまして、次がですね、日本 FP 協会の資産設計提案業務のですね、回答予想をしていきたいと思いますので、ちょっと近在の方はちょっとお待ちいただきまして、資産設計提案業務のですね、こちらの回答をやっていきたいと思います。で、こちらなんですけども、今回、まあ、通常ですね、こちらは毎回だいたい問題は40問というふうに決まってますけども、回答の問数がですね、だいたい60から70箇所ぐらい回答数があるんですけども、ちょっと今回そこで計算してたんですけども、なかなかちょっと足りないところがあって、いくつかちょっとですね、いろいろ吟味したところがあるので、ではこれがまあレクが考える背景になりますので、では大問1からやっていきたいと思うんで、では大問1、第1問からいきます。問1がですね、これ各1点の計4点、各1点の計4点。次、問2がですね、これが2点です。問2が2点ということで、こちら 第1問は合計6点の配点になります。6点です。続いて第2問に移ります。こちら問3が各1点の計4点、各1点の計4点。問4が2点、問5が2点。問6が2点。ちょっと繰り返しますと、問3が各1点の計4点で、残りの456は各2点ということで、合計するとこちら第2問が10点満点になります。続いて第3問に移ります。こちら問7から問10までありますが、まず問7が各1点の計4点、各1点の計4点。問8が2点、問8が2点、問9が2点、問9が2点、問10が2点ということで、先ほど の, あの第2問と一緒で、問7だけが各1点の計4点で、8、9、10は2点ずつになってます。で、合計すると10点ということで、第3も10点満点になります。続いて第4問に移ります。で、第4問ですが、4つありまして、問11が各1点の計3点、各1点の計3点。問12が2点、問12が2点。問13が各1点の計2点、各1点の計2点。で、問14が2点、問14が2点ということで、もう一度、問11が各1点の計3点の、問12と問14が2点、で、問13も各1点の計2点となって、合計するとここが9点満点になります。9点ですので、10点ではありません。9点満点となります。次、第5問です。で、こちらも4問ありまして、15から18です。で、まず、問15が2点、問15が2点、で、問16も2点、問16も2点、で、問17が2点、問17が2点、で、問18、ここが3点にしたいと思います。問18が3点ということで、もう一度申し上げると、問15から問17までが2点ずつ、で、問18だけが3点ということで、そうするとこの第5問がですね、合計すると9点の配点、9点の配点になりますので、ここちょっと注意してください。9点の配点です。
次第6問に移ります。第6問ですが、問い19が各1点の計3点各1点の計3点で、問い20が各1点の計4点各1点の計4点で、21が2点で22が2点ということで、もう一度、繰り返すと、19と20は、各1点ずつ各1点で、合計3点と4点とありますが、各1点全部各1点です。で、21と22が2点ということで、合計すると第6問が11点満点となりますので、ちょっとここ注意してください。続いて第7問に移ります。で、第7問なんですけども、第7問が3問ありまして、問い23が2点、問い23が2点、問い24も2点、問い24も2点、で、問い25がですね、これ、各1点の計4点、各1点の計4点ということで、ちょっともう一度、23と24が2点ずつ、で、25は各1点の計4点で、合計第7問が8点満点となります。続いて第8問です。第8問なんですが、これ26から28ありますが、26が2点、27が2点、28が2点ということで、すべて26から28は2点ずつということで、合計すると6点の配点となります。続いて ここからちょっと入り組むので気をつけていただきたいんですが、第9問です。これ総合問題の第9問ですが、まず第9問、こちら29から34までありますが、29が2点、問い29が2点、問い30も2点、問い30も2点、で、問い31が各1点の計3点、各1点の計、あ、失礼しました。各1点の計4点、各1点の計4点、で、問い32が2点、問い32が2点、で、問い33が各1点の計3点、各1点の計3点、で、問い34が、2点ということで、で、こちら2、4、6問あるんですけども、各1点のところは31と33で1点が4点と3点ということで、残りの通常の問題は、29も30も32も34も全て2点ずつということ で、そうすると第9問が15点満点になります。15点満点です。で、次第10問のこれももう一つの総合問題ですけども、ちょっとここがですね、ちょっと悩んだところなんですが、まず問い35、こちらが3点、問い35が3点で、問い36が2点、問い36が2点、問い37が2点、問い37が2点で、問い38が3点です。問い38が3点で、問い39も3点で、そして最後問い40が各1点の計3点ということで、ちょっとここちょっと難しい。もう一回言いますと、問い35が3点で、問い36と問い37が2点ずつで、問い38と問い39、これが3点ずつで、問い40が各1点の計3点ということ で、こちらが合計すると16点の配点ということ で、これ全部合計すると100点満点になります。で、今回の特徴なんですけども、一つの選択肢で3点の、各1点のところをちょっと抜きにして、それ以外のところで、一つの選択肢3点の箇所がいくつかあるので、ちょっとそこで今までよりも回答数がちょっと若干少ないということなんですけども、それで100点満点となるので、これがレックの、予想する配点ということなので、そんなにですね、狂いはないと思うので、一部もしかしたら2点のところが3点とか3点が2点という可能性はあるかもしれませんけども、大幅に狂うことはありませんので、こちらちょっと信じてもらって、ただ、ちょっとボーダーラインの方、例えば59とか60とか61とか、そういう方はもしかしたらちょっと前後する可能性もあるということはご承知いただきたいの で、ただこれでもし70点以上、取れていれば間違いなく合格ですので、その方はですね、この先、どうされるか、例えば AFP の認定を取って CFP 行くのかとか、いろいろあると思うので、それはご判断、ですね、検討いただければというふうに思います。ではこれで、資産設計提案業務の配点予想を終えまして、お待たせしました。今度、金融財政事情研究会の個人資産相談業務の配点予想に入りたいと思います。で、こちらは皆さんご存知の通り、大門が5つあって、リスク以外の科目があって、ライフ、金融、タックス、不動産、相続という順番に並んでます。で、全て大門、ごとに10点満点となります。ただし10点満点なんですが、1つの問題は必ず4点の配点があるので、その4点がどこかということで、今回予想していきますと、まず
大問1です。これ1、2、3というふうにありますが、まず問い1が各1点の計算点、各1点の計算点で、問い2が各1点の計算点、各1点の計算点で、問い3が各1点の計4点、各1点の計4点ですから、すべて1つにつき1点で10箇所あるので、各1点 ×10 箇所で10点満点ということで、こちらは特に問題ないと思います。次、第2問に行きます。で、第2問、こちらが4から6なんですけども、問い4が各1点の計4点、各1点の計4点、問い5が各1点の計3点で、問い6が各1点の計3点ということで、こちらも第1問と同じく、回答箇所が10箇所あります。10箇所あって、すべて1点ずつということで、それやっていけば10点満点になるので、第2問そのような形で、まあ、第1問第2問は問題ないと思います。次、第3問に行きます。で、第3問がタックスで7から9ありますが、まず問い7が各1点の計算点、各1点の計算点で、問い8、ここ注意していただきたいんですが、各2点の計4点、各2点の計4点です。で、問い9が各1点の計算点、各1点の計算点ということ で、もう一度これ繰り返すと、7は、問い7は各1点の計算点、問い8が各2点で ×2 箇所で4点で、問い9は各1点の3箇所で3点ということで、ちょっとここはですね、各2点があるので注意ください。続いて第4問、こちらも第3問と基本的にちょっと同じところがあって、問い10が各1点の計算点、各1点の計算点で、問い11が各1点の計算点、各1点の計算点で、問い12がですね、これがさっきのタックスと同じく、各2点で計4点、各2点で計4点ということで、配点は10点満点なんですけども、問い12だけですね、各2点の計4点ですので、ご注意ください。続いて第5問、これ相続なんですけども、これは、シンプルで、問い13が各1点の計4点、各1点の計4点で、問い14が各1点の計3点で、問い15が各1点の計3点ということ で、これで、10点満点ということで、ですから、もう一度復習すると、第1、第2、第5問が、全部各1点で、第3と第4問だけが一部だけ各2点あります。他は各1点ということで、まあ、これは争いないと思うので、この通りですね、信じていただいて、で、これで30点以上の方は通常合格ということになるので、まあ、合格された方は今後ですね、どうされるかというのをご検討いただければということで、でも問題の、まあ、公表は後でちょっとやっていこうかなと思うので、一旦これで配点予想は終わりとさせていただきまして、じゃあ科目ごとのですね、簡単な公表をしていきたいと思います。はい、ではじゃあ学科からですね、ご準備ちょっと用意していただきまして、で、学科なんですけども、ちょっとパッとも斜め読みしたぐらいなので、ちょっと詳しい解説はできないんですけども、まあ、今回まずライフの、1から、10番までなんですが、まあ、例えば今回のところも、例えば問い問題3からなんですけども、問題3から雇用保険から始まり、公的年金、さらに基礎年金、遺族厚生年金、あと年金の平均調整、確定拠出年金ということで、まあ、ここら辺はオーソドックスな、まあ、よく出るケースだと思うので、ここはしっかり対策していれば取れると思いますし、で、問題9については教育ローンと奨学金で、まあ、これもですね、今ここのところもしっかり復習されていれば大丈夫じゃないかなというところです。で、問題10がですね、まあ、最近こういう問題よくありますが、決算書に基づく経営分析指標ということで、まあ、これは会計を、知っている方であれば取れる問題ではないかなということで、ただこの手の問題も学科試験ではよく出てますので、まあ、これはまあ試験委員からのメッセージだと思うんですけども、ちゃんとまあ FP で相談する上では、簿記、会計の知識必要だよ、だから学習しなさいというメッセージだと思うので、まあ、こちらについては会計とか簿記されているやられている方であればすぐ取れると思いますし、できない方でもできれば今後ですね、簿記の学習を進めていただきたいなというふうに思います。で、続いてですね、問題11から問題20のリスクなんですけども、まあ、こちらについても、例えば問題12であれば、生命保険の一般的な商品性ということでですね、まあ、こちらについても、まあ、よくある話なので、まあ、ここは特に商品性については問題ないのかなというふうに思います。また、問題13、14で、これが、まあ、内容は違うんですけども、
問題13が個人年金保険の話、消費税の話で、問題14が個人年金の税金の話なので、まあ、ちょっと個人年金を題材に、まあ消費税と、税金の話ということで、まあ、個人年金のところですね、まあ、今後年金がですね、公的年金だけでは不足すると、だから自助努力をしていくために、まあ、個人年金に備えましょうみたいな形の、まあ、ものではないかなと思うので、まあ、今後も個人年金もしかしたらですね、自助努力必要だということで、まあ、当然ながら個人年金を、行うとですね、生命保険料控除の枠が使えますので、まあ、運用成績は、まあ、なかなか、難しい厳しいものがあると思いますけども、所得控除や、所得控除の中の、所得税と住民税、こちらの枠があるんで、まあ、そこのところのですね、一部税金の軽減を通じてということで、まあ、国としては今後推し進めたいところでもあると思うんで、今後も個人年金は、また続いて出てるかもしれませんので、しっかりここはやった方がよろしいのかなと思います。で、問題15からこちら今度損害保険に入りまして、まあ、問題15については任意加入の自動車保険の一般的な商品性ということで、まあ、これもよく出る話なので、まあ、ここら辺は取れなければいけないと思いますし、問題16が障害保険の一般的な商品性ということで、まあ、こちらもですね、通常であれば学習されていると思うので取れると思います。で、問題17が、地震保険料控除ということで、まあ、日本地震多いですから、まあ、ここのところですね、しっかり、できているかどうかということなので、こちらもですね、しっかり学習されている方であれば、取れるかなというふうに思います。はい。で、あと問題18がですね、損害保険の経理処理ということで、経理処理の問題もよく出てますので、まあ、こちらですね、できるようになっていただきたいですし、あと第3分野の一般的な消費税という、今回消費税が3つ、いや4つですね、通常のですね、生命保険、個人年金保険、自動車保険、損害保険、すいません、5つですね、第3分野の、一般性ということで、ちょっと今回一般的な商品性の問題が5つあるので、ちょっとこれ比率としては高いなという気はしますけども、もしかしたら今後こういう形で、またちょっと違う分野のところで出るかもしれませんので、やはり一般的な商品性はしっかり理解すべきところではないかなというふうに思います。はい。で、次がですね、問題21から問題30の金融のところの話なんですけれども、まあ、例えばなんですが、まあ、21については、日本円と米ドルの為替相場に関する内容ということで、まあ、最近だと円高進んでいるということもあって、ただ問題作った時は円高が進んでいる時ではないかもしれませんが、そういうですね、内容に関する問題で、問題22につきましては、これについては定期預金に預け入れてという話なんですけども、この時にですね、ちょっとお待ちいただきたいんですけれども、例えばなんですけども、これ今学科試験の解説をしているんですが、例えばですね、これは日本 FP 協会の問題を解いた方向けではあるんですけども、今回ですね、まあ、学科試験で今回ですね、円価を米ドルに建ての外貨預金に預け入れて、で、満期を迎えて円価に換算という問題が出ておりますが、でさらにですね、さらにすいません、2級では関係なかったですね、ごめんなさい、2級では3級で、同じような問題が出ていたことがあって、ちょっと誤解してしまったんですけども、ただですね、よくあるのが、午前中出た問題が、まあ、午後になると実施団体がですね、協会と金財に変わるんですけども、そこで同じような問題が出ることがあるので、もし問題22できなかったといった場合、もしかしたら午後でまた午後の、例えば協会の実技とかですね、金財のところ実技試験出る可能性もあるんで、必ずですね、もし、午前中不明なところがあったら必ず休み時間中に調べてもらうと、そういう点数が1点2点、拾えることは多々あるので、しっかりそこのところですね、確認いただけると良いかなというふうに思います。はい。でですね、じゃあ、あとは残りなんですけども、あとはちょっと今回は図を使った問題26のファンド AB のパフォーマンスの比較的評価ということで、まあ、ちょっと若干難しい問題がかなというところではあるんですけども、まあ、こういう問題が出ており、あとはですね、27から30のところなんですけども、
例えば27のような、譲渡と配当に関する税金ということでですね、まあ、こちらについては申告分離課税というのが、まあ、ありますんで、ですね、そういうものちゃんと分かっているかというところでもありますし、まあ、28についてはセーフティーネットで、で今回ちょっとこれ関係ない話なんですけども、まあ、3級の試験でもゆうちょ銀行に話が出ていまして、ゆうちょ銀行について今預け入れ限度額については、通常貯金とですね、定期のところで1300万ずつ枠広がって合計2600万なんですね。でただこれ2600万に枠が広がったとしても、実際の、預金保険制度による保護はあくまでこれ1000万ですから、枠が広がったからといってゆうちょだけがですね、預金保険制度の枠が広がるわけじゃないんで、そこ誤解のないようにということであると思うので、まあこれはそこ知っていれば28はすぐですね、2番が正解だということは選べると思うんで、まあ、ここはそこ知っている方であればすぐ正解取れたんじゃないかなという問題になってます。はい、あとはですね、もう問題30番のもうNISAはもうこれはもう本当によく出ているので、まあ、NISAについては3つありますから、まあ一般NISA、ジュニアNISA、積み立てNISAと。で、今回は問題30は全ての視点から出てますので、やはりNISAはもう試験上はですね、もう切っては切れないものだと思うので、しっかりこれ、確認する必要あると思います。はい、問い31からですね、40のタックスなんですけども、まあ、ちょっと珍しいなと思ったのは、例えば問題31なんですけども、2番で、相続税では納税者が申告をした後に税務署長が納付すべき税額を決定する付加課税方式を、採用しているとありますけども、実際には相続税は、所得税と同じくですね、納税者が自分で申告をして、その相続税額も自分でですね、納付書に書いて納付しなければいけないので、まあ、これは住民税であれば、これ正しい話なんですけども、ただ付加課税方式、まあ、相続税は、まあ、通常タックスで出ることはないので、これちょっと見た時にあれ相続税がっていう出だしたってあれ珍しいなと思ったんですが、まあ、そこの仕組みが分かっていればですね、別にこれ付加課税方式を取るということは違うというのは分かると思うんで、まあ、そこですぐ、ちょっと視点は違うんですけども多分正解取れると思いますし、あとはですね、問題34番で損益通算のところでですね、まあ、様々な問題、内容が出ておりますけども、あとはですね、これですね、ゴルフ会員権というのは今はですね、譲渡損失が発生してもこれ損益通算できませんから、まあ、そういうところ知ってますかとかいう問題であったりします。あとはですね、住宅ローン減税の話が問題36で出ておりますが、まあ、これはですね、今回、関係ないと思うんですが、まあ、来月からですね、消費税率が 10% になりますので、まあ、その観点からですね、住宅ローン減税、今回は関係ないんですけども、10% になると、その住宅ローン減税が11年目から13年目も延長になるということもあるので、まあ、そういうことも鑑みながらの取材ではないかなというふうに思います。はい、であとはですね、まあ、問題39が消費税ということなんですが、まあ、この39はですね、まあ、消費税に関しては、まあ、おそらく出るだろうなと思ってやはり出たということなんですが、この問題自体は非常に簡単な問題なので、まあ、消費税については多分1月もですね、おそらく出てくると思うので、消費税はそんなにテキストとかでもページ数多いわけではありませんから、しっかり内容をつかんでおくべきだと思うので、こちらですね、4番がまあ正解なんですけども、これはしっかり学習されている方であれば間違いなく正解取れる問題ではないかなというふうに思います。また問題40ですけども、これ先ほどライフのところでも申し上げましたが、タックスの時には今回計算書類、と申告書の話が出てますけども、まあ、ここのところもですね、例えば株主資本等変動計算書とか損益計算書はご寄与されている方であればですね、それ分かる内容ではあるんですけども、されてない方でも、で今回も問題10と問題40、2問出ているわけなので、これはもう60問中2問出ているので、これはやはり簿記は避けても、避けたくても避けれないと思うんで、ここはしっかりやってくださいというメッセージではないかなというふうに思います。であと41から50の不動産なんですけれども、不動産なんですけども、今回見ていて、まあ、オーソドックスな問題に戻ったなというのは、こちらですね、比較的平易だったと思います。で例えば42番の土地の価格については、これは、内容については例えば工事価格とかですね、基準値標準価格については同じ、日付が違うだけ、あと相続税の路線価は工事額の7掛け、
失礼しました、8掛けで、固定資産税評価が7掛けなので、そこのところ7掛け分かっていればすぐにですね、42番4番が正解だと分かりますし、43番の民法の規定のところですが、ここのところも決して難しい話じゃありませんので、これできると思いますし、で今回44と45がですね、借地借家法で、44が借地権、45がですね借家権ということで、出るときにはこういう形で借地借家法の借地権と借家権 でこれはページ数本当これも少ないので、これしっかりやってる方であれば2問拾えたと思うので、これはすごく傾向、昔ながらの傾向で良い、形だと思いますし、また47だったと思いますが、47のところが区分所有ということで、まあ、通常ですね借地借家法の後に区分所有のページがあったりするんで、ですから多分おそらくなんですよ、10ページぐらいのところ、そこをしっかりやってれば3問取れるという、非常にですね今回は、不動産は傾向が分かりやすい、とこだったんじゃないかなというふうに思いますですね。あとはですね、まあ、問題49とかからでも3000万特別控除は所有期間の要件ありませんから、それ知っていればすぐ2番というのが、分かりますし、まあ、最近50番のような、不動産の有効活用の手法についてもよく出てますんで、ですから今回不動産はかなり高得点が狙えるんじゃないかなというふうに思いますので、 8問9問取れている方も多いんじゃないかなというふうに思います。で次、51から60の相続なんですけれども、こちらにつきましては、まあ、贈与に関する問題はいつも出てますし、親族についてもこれ過去でもよく出てますあと相続時精算のところなんですけども、まあ、これがですね、まあ、視点としては間違ってないなと思うんですが、今後ですね、成年者の年齢が20歳から18歳に引き下がるんで、それをちょっと意識して先取りして、例えば1番なんですが、年齢が18歳以上ということで、これは今はまだ18歳ではなく20歳ですから、先取り式だなというところがあるんで、まあ、成年者の年齢が引き下がるというのは頭に入っていてですね、これを間違える方ももしかしたらいるかもしれないので、まだ、成年者の年齢は20歳ですから、誤解のないようにしてくださいあとはですねまあ、今回ちょっと、他のところについてはですね、対策に関する問題があって、まあ、難しいところもあるかもしれませんが、とはいえそんなにですね、複雑な問題もありませんので、例えば問題58のような家屋の評価は、毎回は出ませんけど、1年に1回とか2年に1回ぐらい出る問題ですから、まあ、過去の問題見とけば、家屋のところはできたんじゃないかなということで、まあ、ただちょっと総じて言うと、まあ、難しい選択肢もあっても、まあ、これは、6割は、きちっと日頃から学習している方であれば取れるような問題ではないかなというふうに思います続いてですね、日本 FP 協会の資産設計提案業務に行きまして、まあ、簡単なですね、まあ、解説させていただくと、まあ、ちょっと問題1はすいません割愛させていただきますで、第2問のところですが、これもさっき学科試験でもあったんですが、NISA に関してですね、NISA のところ不安あればすぐやれば、今回の、問い3は NISA 必ず解けると思うんで、やはり昼休みについてはしっかりやるべきだと思います。で続いてなんですけれども、じゃあちょっと金融を終わりにさせていただきまして、あ、ごめんなさい、金融の前に、問い6ですね。問い6についても、これ、PER とかですね、配当利回りとか PBR、これはよく出るんで、しっかりこれは計算式暗記しておけば取れる問題だと思います。続いて不動産ですね。不動産なんですけども、不動産ところについてもですね、こちらについても、まあ、穴埋めの問題が、まあ、多かったは多かったんですけども、ただ問い8についてもですね、これ以前も出たことあるようなところなので、ここのところも冷静に、資料をきちっと読んでいけば問題解けると思いますし、はい、あとはですね、問9についてなんですが、問9はこれ、まあ、道路の幅員が 3.2 メートルとあるので、まあ、これ明らかにセットバックを要求しているわけなので、そこのところ、しっかり考えていただければ、まあ、回答は自分で書かなければいけませんが、それ以外は引っ掛けとかありませんから、セットバックが気づけばそんな難しい問題ではないと思います。で続いてですね、リスクに関しての問題ですが、まあ、リスクについてですが、今回も、まあ、生命保険の読み、保険証券の読み取りで、一つが医療保険で、一つが終身がん保険ということで、医療とがんの問題ですけども、こちらについてもしっかり、読み取りながら、あとはですね、今回、医療保険については初日から、入院給付金出ますし、
がんについても1日目から初日から出ると。あとは死亡給付金がですね、今回医療のところにおいては100万ついてますし、がん保険でもですね、がんによる死亡とがん以外の死亡というのがあるんで、そこを見落とさなければ、交通事故の促進のケースも計算できると思うんで、まあ、これも毎回出てる、保険証券の読み取りですから、これを満点取ってほしいなというふうに思います。ですね、あとは、問題12ですか、問い12なんですけども、これ、保険料控除の問題ですけども、しっかり即算表があるので、こちら見ながらやっていけば難しくはないと思うので、しっかり計算していければ答え取れると思います。ですね、ということで、あとは次いきまして、今度はタックスの15からですね、になりますけども、退職金の問題はこれ、必ず解けなければいけない、ので、しっかり、まあ、24年度9ヶ月ですけれども、しっかりできるようにと、あとはですね、2分の1かけるのを忘れないでくださいというところ。で、問16の減価償却についてもですね、こちらについては、こちら建物を購入してますので、建物は今法人でも個人でも全て定額法のみとなってますので、あとは今回、事業の共用月数が9ヶ月ですが、4月から使っているので、これ12分の9しなければいけないので、まあ、そこを気をつけてもらえれば間違えることはないと思いますですね。で、あとは問い18について、で問い18はちょっとこれ3点にしていたかと思うんですけれども、これなんで3点にしたかというと、今回は雑所得と一時所得の計算をしなければいけないということがあって、で、まあ、雑所得はいいんですけども、一時所得についてはですね、こちらですね、一時所得計算していきますが、50万の特別控除額ありますし、さらにプラスあった場合は、2分の1というのがあるんで、そこのところを忘れる可能性があるんで、まあ、ちょっとここはステップがいくつかあるということで、若干配点を高くしたというところがあります。で、次の相続なんですけども、相続につきましては、まあ、19にあるような問題はこれよく出てますんで、法定相続はもうこれよく出てるんで、これ満点取ってくださいというところです。で、あとはですね、例えば問い22の問題ですけども、こちらについては、贈与税額を、計算する問題ですが、ただ今回は、父と祖父ということで直系存続からの贈与ではありますけども、お父さんから2018年からお父さんの贈与については相続時精算使っているので、そこのところしっかり、区別できたかどうかというところだと思います。それ以外は難しいことはないと思うので、ただ今回は2019年は相続時精算の分の贈与税と、あと祖父からの分の贈与税あって、で祖父からについては、即算表2つあるうちのこれは直系存続からのかっこいいを使うことになるので、ちょっとそこだけ気をつけてもらえれば、整理さえしっかりできれば決して難しい問題ではないと思います。で、次のですね、第7問のこちらのキャッシュフロー表を使った問題ですけども、ちょっといつもと傾向違うのが、問い25がですね、今回丸×が入っているというところがあって、それ以外は、まあ、いつもあ、いですね、あとうとかいう形であったんですけど、そこがちょっと傾向違ってるんで、もしかしたら今後25のような問題が続くかもしれませんので、今までの問題、3つある問題と今回みたいな整合問題も出てくるんで、両方とも対応できるようにした方がいいと思います。で、相変わらずなんですが、第8問は係数早見表を使った問題で、これはもう毎回ずっとですね、10年以上こういう形の問題なわけですから、これは必ず、3箇所点数取って6点、ですね、合格に当たっての1割、これで1割取れるわけだから、これ必ず正解取らないといけないということになります。で、次がですね、総合問題が2つ続くことになりますけども、まず最初の、第9問です。で、こちらなんですけれども、まあ、ここについてなんですが、ここでしたね、ここにありましたね、問29、これが先ほど申し上げた学科の問題22と、これ対応しているところで、ごめんなさい、金融じゃなくてこちらの総合問題にあったんですけども、こういう形で同じような問題が出ているわけなので、まあ、しっかりやればこれできると思うんで、これはそこのところですね、不安に思ってテキストとか見れば必ず29取れていると思うので、これで2点は取れますから、必ずそういうふうに復習をしてくださいという形です。ですね。で、あと珍しいなと思ったのが、問い32の収入保障の問題で、まあ、収入保障につきましてはこれで生存が続くとその分保険金が少なくなっていきますけども、今回は確か、7年目に、亡くなっているということなので、18年分あるわけなので、まあ、それであと15万ですね、節電のところに金額がそれかけていけば答えは出ると思います。
はい、であとはですね、じゃあこれでちょっとこの大問終わりまして、次最後の大問10ですね、10問のところですが、ここについても、いつも出てくるバランスシートの問い35、これ毎回出てますから、こちらはしっかり正解取っていただきたいというところですし、あとはちょっと難しいなと思った問い38と問い39、ちょっと今までと違って、問い38についてはですね、こちらは課税遺産総額を求めるということですけども、生命保険ところの非課税はこれしっかり計算できるかどうかというところにかかってきますし、で問い39についてもですね、こちらについて、繰り下げ支給した場合の労歴基礎年金の金額を求めますけども、でこちらについては、みゆきさんがですね、432ヶ月しか保険料の納付済み期間がないので、まあ、ここのところちょっと計算面倒というか、引っ掛けがあるので、ここをしっかりできた方は正解取れると思うので、ちょっとここ難しいかなという気はします。ということで、これで、資産設計終わりなんですけども、とはいえ、資産設計提案業務の問題は、例年通りの基本的な傾向が続いているところなので、過去の本試験問題をしっかりやっていれば、決してですね、難しくはないと思うので、合格できたと思います。では、最後にいきまして、個人資産相談業務の、問題、金財の問題に移りたいと思います。でこちらなんですけども、今回は第1問がですね、この方、まだ50歳の方ですね、50歳の方で、こちらについての問題なんですけども、まあ、ここら辺のところもですね、例えば問1であれば、国軍がありますから、まあ、ここら辺見ながらやっていけば、まあ、それなりに選択肢は絞れていくと思うんで、そこのところでやっていけばいいと思うんで、点数取れると思いますし、であとですね、問3のところのですね、今回は、老齢厚生年金の年金額の計算ですけれども、とはいえ、老齢厚生年金につきましては、こちらですね、基礎年金の老齢厚生年金は、資料のところにちゃんとですね、計算式が与えられてますから、ここを使っていけばですね、ちょっと時間かかると思うんですけども、できると思うので、ここは部分点でもいいので、拾っていただきたいなというふうに思います。次、第2問の、こちら金融のところですが、これはやはり金融については学科も実技もそうなんですけども、例えば問い4に、見ていただくと、ROE とか PER とか、ですね、そういう配当成功とか配当利回りとかというところは、これは計算式も必須ですから、これしっかり暗記していただければですね、これ取れると思うんで、まあ、問い4については全問正解ですしていただきたいなというふうに思いますし、また問い5については、NISA 口座の、まあ、ロールオーバーの話がありますけども、まあ、NISA についてはもう学科でも、実技でも必須なので、これ必ずですね、正解取れるようになっていただきたいなというふうに思います。はい、で続いてですね、第3問のタックスなんですけども、タックスについてですが、問7については退職所得の計算の話がありますけども、これはですね、もう間違いなく正解取っていただきたいので、これは3つ3箇所ありますが、退職所得の計算するときにはこの計算式頭に入っているはずなので、必ず問7は全問正解していただき、あと、問8のところもですね、一時所得の金額をまず求めなさいなんですが、ただこれ注意いただきたいのは、単なる一時所得ではなく、総所得金額に算入される一所得の金額なので、これについては2分の1しなければいけないというところがあるので、そこを気をつけていただきたいなというところになります。ですね、ということなので、そこを気をつけてもらって、その上で総所得金額を求めるという形なので、当然ながら、丸1間違えると丸2も間違えますので、気をつけていただきたいと思います。続いて第4問の不動産に関する問題なんですが、やはりここは、近年問題になっている空き家に関してのですね、意識を聞いているところだと思うんで、問い10については空き家に関する特別控除の問題が出ておりますけども、ここについてはですね、やはりここはもう受験生であればしっかりやっておかなければいけないところなので、こちらについてはですね、ぜひ全問正解取っていただきたいと思いますし、また問い12のところで、こちらは憲兵率と容積率の問題が出ています。で今回は、問題がですね、高土地上に耐火建築物を建築する場合とありますが、まあ、この耐火建築物というのがあったら必ず防火地域に、建てるのかどうか確認いただきたいので、今回防火規制が防火地域ですから、まあ、これをやることによってですね、結局、制限がない形なので、こういうふうになりますし、
あと陽性検査についても全面道路の復員制限通常引っかかってきますから、今回もですね、今回もというか、今回も12メートル未満の道路なので、道路に対して法定上数をかけてというような形やっていけば出ると思うんで、こちら の, 問い10と問い12は全問正解していただければ7点取れるので、まあ、あとは問い11は部分点取れれば十分だと思います。で続いてですね、第5問の相続なんですが、まあ、相続はもう今定番化されている、例えば問い15を見ていただくと、こちら相続税の総額を求めさせる問題ですが、これはこの通り、従っていけばいいんですが、ただ今回の場合だとですね、まあ、推定相続人、ただ今回親族関係税ではなくて、ただ文章で書いてあるだけなので、家族4人、ということなので、まあ、ここはそんな難しくはないと思うので、問い15については満点、取っていただきたいですし、あとは事業承継に関するところがありますが、これは税制改正が平成30年で行われたところなので、ここは受験生であればやはりここもやっておかなければいけないところだと思うので、問い13の1番、ここについては、ですね、ここについて新しく入ったところではありますけども、しっかりできなければいけないかなというふうに思います。ということでですね、こちらの個人資産、相談業務につきましても、ちょっと一部計算が、時間かかりそうなところはありますが、傾向的にはですね、過去の傾向と、似ているところも多いわけですので、過去の問題をしっかりやっていた方、あと基本に忠実に学習されている方であれば、30点は取れると思うんで、そんな形の、まあ、あの日頃の学習が活かせる、問題ではなかったかなというふうに思います。はい、では、まあ、時間になりましたので、こちらでですね、配点予想は終わりますけども、あのレックのホームページでですね、実技試験のですね、まあ、あの答えを入れていただくと配点が出る、サイトもありますので、そちらでですね、分析というのもできますので、ぜひご活用いただければというふうに思います。では、こちらで配点予想を終わります。受けられた方々お疲れ様でした。